自分が弱くなってうなぎ戦をやっても何の得にもなりません。まあ、これは宗教と一緒です。一緒ですね。私はそれを反対するためにやってます。青山愛です。もう本当にやめてくださいね。うなぎ戦はスパチャ、本当やめてよ。スパチャ、うなぎ戦、おっと、あ、こちらヨーロッパからのあれですね。どうも。どうも。あ、ジャンボリさん。今日行こうと思ったのに。行こうと。あ、だって試合終わってんだもん。偶ですね、本当に。偶然だよ。こちらもお疲れ様です。今二人で歩ってきたの。いや、今日もおしゃれで負けました。負けました。あ、負けちゃったの。負けました。いや、行こうと思ったら試合終わってんだもん。いや、行こうと思ってないじゃん絶対。本当だよ、行こうと思って。今日は一緒に、どこ、誰と一緒に、彼女？いや、今日は天海市武道館の打ち上げです。だって誰もいないじゃん。あの、青山さんいますよ。どうですか、この衣装は。今日もおしゃれで、すごい。結構お金かかるでしょ、この衣装代とか。すごいイケメンで。これだって高いの注文したの。首都圏と言っても、岩谷さん。トイレ行ってくる。あ、どうも。あ、どうも。はい。トイレちゃん。あ、そうです。かわいいね。あ、どうも。お綺麗ですね。ジャンボリです。ジャンボリ。綺麗ですね。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー。この人おしゃれですね。小谷さん、おしゃれですよね。こっちもおしゃれ。こっちもかわいい。小谷さん、これ大変でしょ、このおしゃれ。新宿で一番お綺麗かもしれない。まあ、おしゃれ通り。彼女。彼女に見えないと思う。いや、夫婦に見えるよ。え、見えた？あ、私はこっちを触るの。はい、わかりました。こっちを。できてるじゃん。あ、できてないよ。できてはないじゃないですか、これ。これ分かるじゃん、ジャンボリさんも。これ分かるじゃないですか。空気的に。あの、ジャンボリさんも結構、こだわりですから。あの前、渋谷で格闘してたとき。あ、そうです。じゃあ、そろそろおしっこしようか。あ、おしっこは、うん、はい。あ、これを。あ、そう。あ、おです。おです。おです。あ。リバーズエコー川さん、本当に申し訳ありませんでした。申し訳ないと思ってるんですけれども、申し訳ないと思ってるんですけれども、あ、動くの方。背中万歳。じゃあこれエンタメですから、お母さん。エンタメだからしょうがないでしょ、あんた。あんたユタモンとやさぐれメタルさんに対してなんかね、裁判をちらつかせる。やさぐれメタルさんに関しては本当に裁判やられてますけど、あんたそれだけのことやってんだから。だから底辺 YouTuber の僕にそこで売名されるのは、あんた当然の有名人というものではありませんか、お母さん。ですから僕はあんちゃん言いましたから、それ。愛知は辞めたんですけれども、もし小川さんが仮にですよ、わかんないですけど、仮に小川さんが、何か、罵声行為のようなことをした場合、これは、ありがとうございます、皆さん。何してるんですか？今、あの、YouTube の配信をしてまして。動画撮ってるだけ。動画とか実動画ないですけど。配信なんだ。配信する。頑張ってください。ありがとうございます。かわいいっすね。はい、頑張ります。頑張ってね。ありがとうございます、皆さん。だから、小川さん、あんたね、あの、有名で注文があるでしょ、あんた。ね。あんた結構長く、僕はあんまり投げてないですけど、あんた、あの、いろんなスパチャ投げてもらってんだから、それあんた覚悟しなさいよ、あんな小川さん。僕は、だからその、ね、例えば、リバーゼーコに行ったりとかもうしないですから、それは。もう、テカテカさんと約束して、ドグリさんと、太郎さんとも約束したんで、それはそのことはしないですけれども、あなたそれはエンタメですからしょうがないでしょ、あんた。ねえ、お母さん、ありがとうございます。